最初私も原作を読んで、アラサーと呼ばれる世代の女性が抱える悩みとか、なんかリアルに書いてるなって、それが単純にすごいなと思って、私も共感したところなので、そこはもうちゃんと表現しようっていうことで。仕事なし、男なし、残高10万円。人生に積んだ元アイドル。少しだけ呪われろ。同居することになったのは。よろしく。おっさん？人生に積んだ元アイドルは、赤の他人のおっさんと住む選択をした。私は実はまだお会いしていなくって、撮る前に会おうかなと思ってたんですよ。青木さんにも会えるんですかね、とかって話してたんですけど、やっぱり